絵画によるラフの表現例ヌードは人間の裸を意味する英単語。ヌードは裸体を題材としてヌード写真、ヌードシーンなどのように絵画、彫刻、写真、映画といった創作物で使用される。ヌード写真は医学のテキストや科学的記事など真面目な媒体で使用されることもある。分類は複数あり芸術分野ではヌード、ネイキッド、 フレッシュなどの分類がある。トルソーは美術用語で顔や手足を除いた胴体のみを意味する。オールヌード、フルヌード、ヘアヌード、セミヌードなどは日本的分類である。全裸の状態で一般生活を営むことをヌーディズムと呼び、それを実践するものをヌーディストと呼ぶ。ジャン・レオン・ジェロームがアレオ・パゴス会議の前でのフルネ、中世から19世紀のある時期まで絵画におけるヌードは 神話に題材を取った女神の裸体などの宗教的な絵画表現の場合に限定して認められていた。その後ヌードはモダニズムの考えによって変化していった。古代ギリシアの実在の女性とされるフリュネは後の画家や彫刻家の想像力を刺激し多くの作品をもたらした。またフリュネは1953年の映画フリン・コーティチョナ・ディ・オリエンテにも登場している。 理想化されたラタイは、エゴン・シーレの作品のように、個人的な観点で描かれた女性に置き換えられた。ジーン、メッツ・アンジェの単純化された現代形のラタイ、モディリアに、ガストン・レシェス、アリスティード・マユルは、ギリシャの女神よりも、生殖の女神を思い起こさせる。シルビアス・スレイは、1970年代に、女性だけでなく、男性もヌードモデルとして起用した。76年の、 伝園の合奏では、裸体女性と裸体男性の両方が描かれている。ルシアン・フロイドは、スクール・オブ・ロンドンとして知られるようになった、フランシス・ベーコンを含む、少数の画家の一人であった。1970年代に比喩的な美術の仕事を、したが、それは非現実的かつ抽象的だった。しかし、彼の画家人生の後半には、作品において肥満モデルを扱い、 ポストモダン時代の象徴となり、理想化の痕跡のない人体を描いた。ありがとうございます。